動画をご覧いただき本当にありがとうございます。本日ご紹介しますのはハーレーダビッドソフテールブレイクカーブ、こちらの1台ですね、非常にカスタム多数ですね、バリッと決まった1台となっております。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずねハーレーのフロントマスクといえばですね、このプロジェクターヘッドランプ、夜間もね安心安全な非常に明るいライトとなっています。そしてですねこの極太のフロントフォーク、どうでしょう、男らしい1台ですね。はい、非常に決まった1台となっております。そしてですねフロント足前ですね、パフォーマンスマシンのねデルレイホイールですね、フロントは21インチ、非常にね、綺麗に決まってます。大きな曲がり削れそういったものもございませんね。はい、ではねサイドもあってエンジンですね。はい、ヘッドカラーのねオイルにじみそういったものも見受けられませんね。エアクリーナーはね同じパフォーマンスマシンのエアクリーナーを装着しております。そしてマフラーですね、こちらのマフラー特筆すべきはですねバンスハインツのマフラー装着しております。音は後ほどご紹介していきたいと思います。はい、そしてねリア周りですね、こちらもねフロント同様ですね、デルレイホイールですね、非常に決まってます。240のね極太タイヤと相まってですね、ボディカラーとねまたアイマッチしてね非常にコンディションのいい1台となっております。はい、ではね反対回ってですねシートですね。はい、シートはですねトライジャーのですねシングルシートとなっております。はい、そしてねリアのスプロケですね、こちらもね変更されております。ホイールに合わせてですねカラーリングがねアイマッチしてですねベルト駆動ですけどね非常にハーレーらしい1台に仕上がっておりますね。はい、そしてねこの車両ミッションね6速ミッションを採用しております。そしてねタンクです。大きなねへこみ傷そういったものもございませんね。はい、ではねタンク内ご紹介していきたいと思います。はい、大きな錆腐色ねもちろんですがねございませんね。はい、ではですね浮き上がりいきたいと思います。エイプバーハンドルでですね非常に乗りやすく仕上がっております。私もね乗ってみましたがね実に取り回ししやすいです。ぜひねこれからハーレーという方でもですね乗りやすい1台なのでお問い合わせをお待ちしております。